アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一味。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うはー、これが海賊王の見た景色、そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。あ、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よーし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャーッ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロ、だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。やっちまいな。ギャそこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。やっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲。海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。さっさとこの町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。あの男、死を覚悟して笑ったらと。海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。行くぞ。
ちゃくちゃね。砲台を抑えて攻撃を止めるのよ。港はそっちじゃねえぞ。うわ、あの魔性の女を助
倒すしかねえな。気圧と気温が下がり続けてる。それにあの雲、雷はさらにひどくなるわね。こうすれば飛来心を壊していけば取っ手を妨害できるかもしれないわよ。私は決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めてぶった男だから。さすが私の見込んだ男だね。そんなことしてる場合じゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。
気が悪いな。三刀流三本堂エレファントガン。急げ、早く船を出さねえと嵐で出航できなくなるぞ。麦わらの一味逃がしません。この刀は渡せねえんだ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。意外にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、アシギ、てめえ何やってんだ。いいから引っ込んでろ。すみません。この者を殺。行儀は悪いな。三刀流三百本堂あいつら遠回りするみてえだな。最近も探していて正解だったぜ。俺様から逃げようったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。ゴゴゴゴゴ。てめえ、今日だけは見逃してやる。手首をかかれねえように用心しとくんだな。用意は悪いな。三刀流三エレファントガン。お前ら出航の準備ができたぞ。急げ急げ、ロープが持たねえ。早く乗って船出すわよ。逃さねえと言ったはずだ。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。よっ
前らを逃がしたらこの先何をしてかすかわからねえ。ここで必ず潰す。こいつすげえぜ。もうここで捕まるわけにはいかねえ。あら引っ込んでろ。俺が蹴りつけてやる。今だ、船を出すぞ。くそ、逃がしたか。すぐに船を出せ。麦わらを追うぞ。ですが、船が何というか。俺に指図するな。とそう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかしお前何もこんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞ。